神奈川県立相模原八坂高等学校は神奈川県相模原市中央区にある公立の集合型専門高校。2020年度に神奈川県立八坂高等学校と神奈川県立相模原西条高等学校が統合し、現校名となった。2008年度に同じ敷地にあった神奈川県立八坂東高等学校と 神奈川県立八坂西高等学校が統合し、神奈川県立八坂高等学校として発足した。普通科、音楽科、美術科、スポーツ科学科の4つの学科を持つ進学重視の単位性集合型専門高校。神奈川県立高校の中では音楽科を持つ唯一の高校である。異なる4つの各学科がそれぞれの道で、 スペシャリストになるための特化した教育を行っており、施設、設備も非常に充実している。東西統合と同時に、前期、後期の2期制を導入し、90分4コマ授業が導入されたが、2017年度より50分7コマに変更された。進学指導に力を入れており、ドリームキャッチャープロジェクトという名のもとで、夏季講習、秋季講習、冬季講習、 土曜日フォローアップ補修など多くの補修が行われている。伝統的に部活動が非常に盛んであり、運動部、文化部ともに、全国大会、関東大会、県大会での活躍が顕著である。また、地域の小学校、中学校、福祉施設等との交流も盛んであり、2009年度には、神奈川部活ドリーム大賞で、グランプリを2012年度には、 神奈川部活スポーツ賞と神奈川部活文化賞をダブル受賞している。2020年に神奈川県高校改革により、相模原清涼高校と八坂高校が合併し、新校相模原八坂高等学校に名称変更。北西側には相模原市立八坂小学校、相模原市立八坂中学校が、 北側には、独立行政法人国民生活センターが、南側には、淵野辺公園、市営相模原球場、銀河アリーナが、東側には基地を一つ挟んで、独立行政法人宇宙、航空研究開発機構相模原キャンパス、相模原市立博物館がそれぞれ設営されている。これらの施設は、米軍基地の大規模な跡地を利用したものである。また、敷地には、 国有林が隣接している。一年次では全学科混合クラスを編成し、二年次以降は専門学科単位でのクラス編成となる。2017年4月に理数科と国際科を統合する形で設置。各学年約160人。これまでの国際科や理数科のカリキュラムや設備を活かし、外国語教育や理数教育を重視している。第二外国語を履修したり、 英語での劇の発表をする表現活動を選択することもできる。また、全員が g t e c を受験する。自分で課題を作り、その研究成果を発表する学術探求を選択することもできる。普通科発表会、英語合宿といった年間行事が組まれている。複数の海外姉妹校との交流が行われており、複数の海外姉妹校への訪問、受け入れにより、 多様な異文化体験が行われている。2017年4月に芸術家音楽専攻を改編して設置。各学年約40人。神奈川県立高校において音楽家がある高校はヤサカ高校のみである。ヤサカ東高校時代や芸術家音楽専攻時代からの伝統があり、器楽声楽の実技系科目や総合音楽、音楽理論、ソルフェージュ。 音楽史、演奏研究等の理論系科目の授業を展開し、音楽の専門家になる教育が行われている。また、合唱、オーケストラ、クワイヤの授業では、年4回行われる演奏会に向けて学習する。音楽室のほかに、芸術表現室、合唱室、合奏室、音楽理論室、ソルフェージュ室、レッスン室が設置されており、音楽実習を行う教室が、 計三十二室ある。また、二年次の周期休業中には、ウィーン・ハンガリーにて、姉妹校交流を実施している。二千十七年四月設置。芸術家美術専攻を改編して設置。各学年約四十人。各学年約四十人。美術教室のほかに、CEG 学習室、彫刻室、造形室、工芸室、素描室、描室日本画室、版画室。 油絵ア,アトリエ、素描アトリエなどが設置されており、美術大学に迫るレベルでの学習機会が提供されている。2年次の周期休業中には、イタリア姉妹高校流を実施し、現地での美術鑑賞に関連した鑑賞研修の学習を行う。音楽専攻と同じく、八坂東高校時代からの伝統があり、近年では大多数の生徒が美術系大学、短大に進学している。 美術専攻の生徒の作品は頻繁に版画甲子園や映画甲子園などの全国大会に出場している。美術科の生徒は入学と同時に美術部に入部することになっている。各学年約80人。スポーツ栄養学、スポーツ科学などの専門科目が設けられており、アスリートを育成する教育を行っている。 八坂東西両校の施設をそのまま使用しているので、体育館、ベートルーム、武道場、卓球場、身体表現室などの施設が2つずつある。校外実習として、キャンプ実習、スケート実習、沖縄水辺実習などが行われている。スポーツ実技発表会は、テレビなどのメディアで放送されることもある。ほとんどの生徒が、体育会系運動部に所属している。 卒業後の進路は、高等教育期間を経た後、プロアスリート、医療看護系、地域指導者、教員などスポーツに関連する仕事に従事するものが多い。以下の大学との教育に関する交流協定を結んでいる。国際理解教育として、海外姉妹校との交流が行われている。全学科、全学年の各クラスには国際交流委員が置かれ、 海外の姉妹校の生徒の受け入れ、様々な国の文化研究と研究成果の発表、途上国への募金活動などを行っている。海外姉妹校の生徒を受け入れる際は、普通科のクラスに受け入れている。毎年10月に、音楽科、美術科の2年次生は、研修旅行として、複数に分かれ、海外の姉妹校を訪問している。現在は、海外7カ所の姉妹校訪問を行っている。 メリーランド州ハイポイント高校とは各年で訪問と受け入れ交流を実施している。 ハイポイント高校訪問がある年は学科を問わず、全校の生徒が訪問を希望することができる。また、6月には、ハイポイント高校の生徒と教員が、ヤサカ高校を訪問して、生徒の家庭にホームステイして、ヤサカ高校の授業に参加している。ブリティッシュコロンビア州の7位も市にある高校と交流をしている。現地の家庭に1週間のホームステイをしながら、現地の姉妹校に通って、 授業を受ける。八坂西高校外国語コースの時代から20年の歴史がある。オーストラリアの複数の高校と交流してきた伝統があり、現在では、オーストラリアでは、ビクトリア州、バーンズデール高校と交流している。バーンズデール高校は2年ごとに八坂高校を訪問し、生徒家庭にホームステイしながら、八坂高校で授業を受けながら交流している。 ヤサカ高校国際科が設立されたと同時に、アジア地域での姉妹校交,交流も開始された。ベトナムは英語を話す人が多いこと、途上国理解をはじめとする国際理解教育に適した場所であること、治安も良く食事も美味しいので近年多くの日本人が訪れていることなどの理由で、ベトナムが選定されている。国際科では、アジア地域との交流を深めることで、アジアを理解し、 アジア地域の一員としての意識を持てる教育も目指している。美術科2年時制が毎年訪問している。芸術の本場イタリアを訪問し、フィレンツェにある国立ポルタロマーナ美術専門高等学校の高校生との交流、現地での作品制作などを通してグローバルな視野を持った芸術教育を目指している。音楽科2年時制が毎年訪問している。 ハンガリーのニーレジハーザにある古代小学校の生徒との演奏交流をしたり、現地の先生の指導を受けたりしている。2016年に軽軌道の花城市にある東長中央高等学校と姉妹校連携を締結した。各学科は例年、それぞれ学科発表会を行っており、各学科の特色を出している内容になっている。 普通科発表会音楽科定期演奏会音楽科、校外演奏会音楽科卒業演奏会、競争曲、室内学、アリアのゆうべ音楽科校内演奏会上記の演奏会はすべて、生徒により企画、運営されている。八坂高校美術専攻展スポーツ科学科、実技発表会立ての中に、八坂の和絵が刻まれており、心身の調和を表している。 四つの学科の交渉は、左半分が、八坂ブルー、右半分が、白地に、各学科のイメージカラーのストーンが置かれたデザインである。普通科が、木、音楽科が、赤、美術科が緑、スポーツ科学科が青で、この四色は、八坂高校校歌の歌詞に基づいたものである。八坂高校の期待する、生徒像は、八坂に集う和高度は、心豊かで、 世界に開かれた視野を持ってほしい。というものであり、八坂高校は、そのような人間像を、や、エイビトと名付け、交渉に託している。デザイン選定においては、校内に募集をかけて、2007年度、ウィーフェスティバルにおいて、投票を行い、高い支持を得た案が原案として採用された。交渉の盾の形をもとにスクールマスコットの青葉ズク スクールフラワーの金断を配置し、式典用と大会用の2種類ある。スクールマスコットの青葉づは、相模原市に生息する、フクロウの仲間で、知恵の象徴で、八坂高校の知性を表す。スクールフラワーの金断は、相模原地域に見られた可憐で、美しい花で、雑木林の中で木漏れ日を浴びて咲く、ひたむきな姿は、八坂高校の生徒を象徴している。 ヤサカ東高校、西高校にはそれぞれ効果が存在していたが、コード進行が同一であり、単独で歌うことも同時に歌うこともできるように作られていた。進行効果のメロディーは、当時の音楽家教諭であった、足立誠によって、ヤサカ東高校、西高校の効果と同じ和音進行で作成された。ヤサカ高校効果を単独で歌うことも、 東西高校の校歌と同時に歌うこともできる。歌詞は公募した言葉や校歌案をもとに、生徒、保護者、教頭、開校準備室職員で構成される校歌歌詞選定委員会が作成した。伝統を大切にし、過去から未来に向かう八坂高校の意思を表す歌詞である。2014年3月16日、題名のない音楽会にて、 現役生徒によるそれぞれの歌唱が紹介された。八坂ブルー級登校と旧西高の施設、設備をそのまま八坂高校が使用していることと4つの専門学科の特色に応じた設備が増設されている。上空から見ると校舎全体で Y、A、E、I の文字をかたどっていることがわかる。普通教室、音楽科の教室には全室エアコンが完備されている。 各学科合同で1年次4月に八坂高校で3年間学校生活を送る上で必要な八坂高校生としての自覚を促す目的でフレッシャーズキャンプという名で1泊2日の宿泊研修を行っている。なお、2018年度は相模湖リゾートプレジャーフォレストにおいて野外炊事活動を行った。特色のある4つの学科が存在するために 一般の高校で行われている学年の生徒全員での修学旅行は存在しない。入学後2年目に各学科ごとに周期休業機会などを利用して研修旅行を行っている。各学科がその道のスペシャリストを育成するために特色のある実習・研修旅行を行っている。文化祭では各学科が特色のある催し物を行っている。 サイエンス部の展示会やダンス部の発表会、アートリブの舞台芸術発表など各部活動の発表会が行われている。また、美術家の生徒が作成した芸術作品の展示会や音楽家による有志団体による演奏も行われている。二日目の一般公開終了後は、五夜祭があり、東単位区間でライブ活動を行っている。旧夜坂西高校と、 旧八坂東高校時代から合同で文化祭が行われており、当時から西と東の合同文化祭ということで、ビーフェスティバルと呼ばれており、現在でも八坂高校の文化祭はこのように呼ばれている。2009年度には神奈川部活ドリームグランプリを2012年度には神奈川部活スポーツ賞と神奈川部活文化賞をダブル受賞している。男子バレーボール部。 男子陸上部競技、女子陸上競技部、ダンス部、創曲部、合唱部、美術部は全国大会の常連である。近年、体操部、女子テニス部、剣道部、吹奏楽部、放送部、サイエンス部も全国大会に出場している。日本代表に選出されている選手も複数名在籍する。近年日本感覚合奏コンテストに、 連続出場中特色八坂東高校と八坂西高校は同一敷地内にあり、双子校と呼ばれていた。当時、普通科の受験は個別に行うのではなく、統合して行われていた。そのため、普通科に入学を希望する者は、合格後に八坂東高校、西高校に振り分けられていた。施設面では、図書室、美術室、音楽室、 市長各室などが置かれた教養棟、グラウンド、テニスコート、プールを共有していた。また、大運動会、文化祭、球技大会を共同で実施し、上記の周辺施設を利用した授業や部活動も行われていた。八坂東高校、西高校にはそれぞれ校歌が存在していたが、コード進行が同一であり、単独で歌うことも同時に歌うこともできるように作られていた。 設置家庭や坂東、高校や坂西高校文化祭東西合同で開催されており、ビーフェスティバルと呼ばれていた。名称は、ウエストとイーストに由来する。概要2008年度に、同じ敷地にあった神奈川県立や坂、東高等学校と、神奈川県立や坂西高等学校が統合して、発足した。理数化、国際化、芸術化、 スポーツ科学科の4つの学科を持つ進学重視の単位制集合型専門高校。神奈川県立高校の中では音楽科を持つ唯一の高校である。また、神奈川県立高校の中では理数科を持つただ一つの高校である。異なる4つの各専門学科がそれぞれの道でスペシャリストになるための特化した教育を行っており、施設、設備も 非常に充実している。進行になると同時に、前期、後期の2期制を導入しており、授業は90分4個まで行われている。設置家庭各学科の特色理数科、神奈川県立高校において理数科がある高校は、八坂高校のみである。2010年度から、神奈川県立高等学校、教育力向上推進事業において理数科学教育、 2013年度から神奈川県立高校教育力向上推進事業バージョン2において理数科学教育教育実践校に指定されており理数科学に特化した教育を行っている各学年約80人授業は数学、理科、英語を重点的に学習できるカリキュラムとなっており難関大学合格に向けた進学指導と大学 研究機関との連携等を活用した体験的、探究的な学習を融合させた教育を目指している。物理実験室、有機化学実験室、無機化学実験室、生物実験室、微生物実験室、バイオテクノロジー実習室、地学実験室など7つの実験室があり、理数化情報学習室、理数化外ダンスルームなど設備が非常に充実している。 多ーム性制であり、生徒自らが必要な科目を選択、履修できる。数学は、習熟度、少人数授業を展開している。理科も少人数、多展開授業を行っている。理科の授業では、受験指導と並行して、実験を多く行い、生徒たちの科学に関する興味、関心を喚起している。特に、毎週土曜日にサタデーワンダーラボという名で、 特別講義を行っている。夏休みを利用して先端技術研究所見学を行い、大学や研究機関への見学を通し、最先端の科学に触れる機会を与えている。行事も盛んであり、1年次ではオゼ、足を宿泊研修、2年次では北海道研修旅行が組まれている。理数科の生徒は入学と同時にサイエンス部に入部することになっており、 希望者は放課後に実験室で理科実験を行ったり、相模原地区の地形調査や、道府川の生態系調査など、フィールドワークなども行っている。文化祭では、サイエンス部の展示会も行われている。また、2年次3月には、理数科研究発表会と枠、ドキリ数教室を開催し、サイエンス部の研究発表と、 理数科生徒による小中学生対象に実験指導などのウェルカム授業を行っている。サイエンス部は全国物理コンテスト物理チャレンジ2009.2010と2年連続で金賞受賞者を輩出している。サイエンス部と掛け持ちで多くの生徒が体育会系や文化系の部活動で活動している。学科職はグリーン。2017年度より 生徒募集停止。国際科学学年約80人。英語能力の向上に力を入れており、校内で、トーイック、トーイックブリッジも実施している。受験英語だけでなく、ビジネス英会話や日常英会話の能力も鍛えている。また、英語だけでなく、国文学、私学、経済学から語学、国際関係まで、分野に偏らない学習も行っている。 入学試験には帰国子女枠が設けられており、帰国子女が多いのも国際化の特徴である。国際化発表会、英語合宿といった年間行事が組まれている。複数の海外姉妹校との交流が行われており、複数の海外姉妹校への訪問、受け入れにより、多様な異文化体験が行われている。2年次7月の宿泊研修旅行では、複数に分かれて、 海外姉妹校への訪問を行っている。毎年、複数の海外姉妹校から留学生が来校し、同じ教室で共に授業を受けている。学科職はイエロー。2017年度より、生徒募集停止。芸術家神奈川県立高校において音楽に関する、学科がある高校は、ヤサカ高校のみである。各学年約40人。ヤサカ東高校時代からの伝統があり、 総合音楽、合唱、オーケストラ、音楽理論、ソルフェージュ、音楽史、演奏法、さらには、先行実技、副専攻実技、オーケストラのプロの演奏家による、個人レッスンの授業を展開し、音楽の専門家になる教育が行われている。音楽室の他に、芸術表現室、合唱室、合奏室、音楽理論室、ソルフェージュ室、 レッスン室が設置されており、音楽実習を行う教室が計32室ある。オーケストラ演奏や個人演奏の演奏会を定期的に開いている。2年次の夏季休業中には、オーケストラや合唱の強化合宿が2013年まで行われていた。また、2年次の秋期休業中には、ウィーン・ハンガリーなどへの姉妹校交流を実施していた。学科職は、 美術専攻と同じクレット。2017年度より生徒募集停止。芸術科学学年約40人。美術教室の他に彫刻室、ミクストメディア室、日本画室,画室、版画室、身体表現室、芸術表現室、CG 学習室が設置されており、美術大学に迫るレベルでの学習機会が提供されている。 早期からの映像メディア学習が行われ、文化祭や学外において特徴あるアートリブ表現活動を行っている。2年次の周期休業中にはイタリア姉妹高校流を実施し、現地での美術鑑賞に関連した鑑賞研修の学習を行う。音楽専攻と同じく、八坂東高校時代からの伝統があり、近年では大多数の生徒が美術系大学。 短大に進学している。美術専攻の生徒の作品は頻繁に版画甲子園や映画甲子園などの全国大会に出場している。学科職は音楽専攻と同じクレット。2017年度より生徒募集停止。ありがとうございます。